葬儀を盾にあがく者たちを消し去る好機。関急剣と文金を討ち取れ。何を召し上がりますか？またのお越しを。文金学校、文事件、参る。義を持たぬ者たちに制裁を加えようぞ。弟の文子だ。我が闘魂を受けよ。俺たち兄弟がいる限り、ここは渡さないぞ。踊り狂え。から攻めるは愚と言う。まるで不滅だな。裏手に回り敵の不意を突くが上策。我が力及ばぬとはさらに鍛錬を積み次こそは。打ち取った。これでいいだろう。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。
様、文庫様、敗走。拠点は敵の手に落ちた模様です。なんだと、千葉一族め、よくも我が息子を。一つ踏ん切りがつかんな。力すくで屈服させれば操れ。そんな夢でこちらの策に一役かわす。わかった、寝返る。何でも言うことを聞くから許してくれ。反乱軍に勝ち目はなさそうだ。ここで寝返るのが利口だな。裏切り者は早速活用せねば。敵に偽情報を流させるとしよう。これでいいな。さすが堂々たる戦ぶり。環球殿殿、お耳に入れたい情報が。しばしは顔の傷が悪化し伏せていると。何？この機を逃す手はないな。直ちに進撃するぞ。千葉氏はこの地にいるとの情報よ。者ども、探し出して討ち取ってしまえ。ようやく敵が来たみたいだな。じゃあさっさと片付けるとするか。さては誘引の策であったか。こうなっては退却するほかあるまい。うまくいったみたいだ。心で一休みしたらダメだな。これでいいだろう。責任は果たす。基本だけどすごいこと。敗走しました。敵の策にはめられた模様です。おやつめ、勝手に行動するかと。千葉一族め、貴様らの思い通りに消されてなるか。葬儀を乗っ取らんとする逆賊しばしめ、その横暴、その傲慢、許しはしないぞ。
打ち取った。責任は果たす。基本だけどすごいこと。踊り狂え。まるでクグズだな。三国武将かよ。てか、もう俺を担ぐ必要ないだろ。千葉家の戦を止められぬか。もはや引くしかあるまい。これで乱は収まる。
傷も癒えぬな。少々無理にした。自分はこの この進行は脅威が指揮している。奴を撃てば直軍も引くはずだ。何を召し上がりますか？またのお越しを。これより任務を開始する。自分の策は確実に敵を撃退せしめん。ここ断国まで職軍を誘い出し一挙に叩く。おのおの自らの役割を確認し奮戦を。安心突出してきたか。舐められたものだ。いざ
狙いとは違う戦いになったな。だがひとまず職軍は撃退できたか。敵将を討ち取った。これでいいだろう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。父上と兄上たち見てみて、私力いっぱい頑張ってここを守るから。あれ、この兵器どう使うんだっけ。敵に向けて撃てばいいのかな。ここはじっと我慢の軍神の子。責任は果たす。基本だけどすごいこと。なのに、折れなかった。私が非力だから、みんなごめんなさい。これでいいだろう。かの地が落とされたのか。こうしてはいられん。奪還せねば。増援が来るって分かってたぜ。義のやり方なら大体分かるからな。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よし、行っとくか。あの兵をいただきたぜ。義は強い。まあ知ってるけどな、ここは逃げるが正解だ。これでいいな。
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。ここまで攻められてしまったか。だがこの地は絶対に渡さんぞ。兵器を起動するのだ。そうすれば義も迂闊に攻められまい。一旦引くしかないか。これでは兵器を動かせんな。これでいいだろう。素晴らしいご活躍、お見事です。さねばならまい。急ぎ加勢するぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。任務遂行のため進軍を開始する。目標に向かって突き進め。義軍にここまで押し返されたか。だがこれ式のことで引きはせぬ。なんという武勇。敵将討ち取った。さすが堂々たる戦。ご活躍。今は引くがまだ諦めぬぞ。上昇から受け継いだ志、次こそ必ず。その執念、正直恐れいるぜ。けど俺にも譲れないものがあるんだ。芝生、今食
指示。諸葛さん、お前が本気ならこうするしかない。自身の諸葛さんを撃破する。進軍せよ。何を召し上がりますか。またのお越しを。何を召し上がりますか。またのお越しを。なんという勇猛さだ。あやつの戦意を削ぐことはできぬのか。ジッター訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。またも我が部が退けられようとは。私はどこかで道を誤ったのか。敵将を討ち取った。これでいいだろう。倒す前に文金を打つべきですな。父を失えばあやつの戦意をそげるはず。この密書を樹春の全駅に届けてください。立ちどころに文金は亡き者となりますぞ。援軍が来たか。これで私の作戦はより万全なものになるな。すでに敵本陣に偽の救援依頼を出している。誘い出された御将などすぐに撃てるだろう。
踊り狂え、まるでクグツだな。救援の途上で敗れようとは無念だ。まったく敵将討ち取った。これでいいだろう。主位様が襲撃され、兵糧が奪われました。何、兵端戦を読まれたか。このままでは籠城を続けられぬ。ここを退くことはできぬ。何としても奴らを撃退するのだ。前端からの密書、確かに預かりました。あとは私に任せてください。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。進軍開始。押さえておきたい場所があるの。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるの。味方でよかったよ。
進軍開始。押さえておきたい場所があるの。撃ち取った。カジュ、お前が味方でよかったよ。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。もしばし殿の弟というわけか。そして私は所詮犬。ご勝ったのは捕らえた。いつかこんな戦いを続けなきゃならない。申し開くことな。反乱の罪は全て
芝生殿。はい。師匠。義弟、僧帽を撃つ。葬儀を終焉に導く。もう戻れはしない。僧帽様がさっきの乱を後押ししてたらしいぞ。この戦、芝家に大義があるんじゃないか。だが俺たちだけ離反したところでな。もっと仲間が集まれば望みも出てくるが。僧帽様はどうにも信用できないな。こうなったら腹を決めるか。これ以上僧帽様の元では戦えない。俺は芝生様についていくぞ。何？離反者が続出だと？まあ僧帽様じゃ無理もない。俺も願えるか。
だいぶ離反者が集まったな。よし、我らはこれより芝家に着くぞ。これでよし。カジュ、お前が味方でよかったよ。断じて許せぬ。我が命に代えても逆賊を撃つ。本性を表したな、逆賊め。この機に芝一族を皆殺しにしてくれる。諸葛丹様をそそのかしたのは総坊様だ。あの方は家臣を捨て駒になさるだけ。総坊様のせいで諸葛丹様が許せぬ。我らはしばしに味方するぞ。大逆を恐れ逃亡した聖斎と聖水、二人を探し出し引きずり戻すか。狼藉は許さんぞ、逆賊ども。命ばかりはお助けを。お探しの人でしたらあっちに。聖斎殿は我らの味方についてもらう。邪魔立てするならば私が相手になるぞ。私は元より芝家の味方です。ご質素あらば味方とも戦いましょう。
敵将を打ち取った。カジュ、お前が味方でよかったよ。見つけたぞ。覚悟せよ。お待ちください。白状します。お探しの人はあそこにいるはずです。あ、見つかってしまったか。相手が帝であろうと戦うしかないな。こちらに引き入れられたか。そのまま敵に当たらせれば。これでよし。責任は果たす基本だけど、すごいこと。敵の兵の数は侮れない。詰将を抑えて味方の増員を図るべきね。制圧いたしました。いい知らせね。けどまだまだ気は抜けない。でね、敵が詰将を制圧しました。付近に多くの兵を配置したようです。デルネ、2カ所目の詰め所の制圧に成功。順調に進んでいるみたい。この勢いであと1カ所制圧しないと。
したぞ。申し上げます。3カ所の詰め所を全て制圧いたしました。お疲れ様。これで少しは楽になるはず。あとは四条殿の覚悟次第だけど。これでよし。カジュ、お前が味方でよかったよ。逆賊ども、真に刃を向けると断じて許さぬぞ。もう帝に勝ち目はない。願えるならば今のうちだぞ。島津に逆らうなんて無謀だったんだ。丸の傀儡だな。このまま無駄死にするのはごめんだ。芝一族、これを拾う。各歴史に刻まれるであろう。陛下を支持したこと、俺の胸にも刻みましょう。これで葬儀は。朕に近づくな、芝将。貴様は何をしようとしているのか。わっ、ゲロ。紹介の進言、この戦で蜀を滅ぼす。長きにわたる三国時代を終わらせるのだ。生徒を包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだよな。何を、またのお越し、何を召し上がりますか。何を召し上がりますか。またのお越しを。益州には石膏を放ってあります。彼らと接触すれば情報を得られますぞ。これぞ天の助け、どうかお救いください。手当てがまとめて討ち取ってくれる。これでは情報が敵に。ご助勢ありがとうございます。蜀軍の兵糧庫の場所を突き止めました。傭兵館の南の砦だそうです。石膏を見張っていたら大物がかかったわ。ここで討ち取ってくれる。
まずいな。大事な情報が敵に知られちまうぞ。助かりました。これで仕入れた情報を報告できます。職には脅威を心よく思わない者がいます。彼らは生徒付近に集まっているそうです。貴様石膏か。逃がさねえぞ。覚悟しやがれ。囲まれたか。だがこの情報は何としても持ち帰らねば。ここまで追い詰めながら逃がすとは。畜生。おかげで助かりました。では石膏で得た情報をお伝えします。浮上付近に裏道があるとのことです。見つけづらく人にも知られていないとか。下流港付近に8職人が住んでいるそうです。戦火を避けて彼の地に移り住んだとか。残る石膏はあとわずか。速やかに接触したいものですな。よかった、ようやく会えました。有益な情報を入手してお待ちしてました。メンチクの戦況は芳しくありません。当中様が苦戦されているとのこと。職の情報はあらかた集められました。これで戦を有利に進められますぞ。申し上げます。石膏の得た情報は。収集できたようです。ああ、これで攻めやすくなるな。情報は皆に伝えてくれ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。ここの辺の守りが足んないよ。こういうとこはしっかりしないとね。上系の脅威と連携して攻めよう。みんな行くよ。敵の痛い弾をついておく。狙うあの地だ。行くぞ。踊り狂え。まるでクグツだな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。踊り狂え。ごめん、俺はここまでだ。クだな。ショックと一瞬を終わるので撃ち取った。私たちの力が求められている。部隊の加勢に向かうぞ。それではバタイ殿との連携は。
我らは決して諦めはしない。踊り狂え、まるでクルーズだ。ここは一時下がるしかない。体勢を立て直し、次こそは必ず。敵将を打ち取った。捨てておくはずが。メンチクへ向かう道はいかにも手薄に見える。伏兵がいるな。あぶり出す。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。我が伏兵を見破るとは。こうなったら正面から。敵の痛いところをついておくと。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくと。狙うはあの地だ。行くぞ。無謀な手であったか。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。しまった。見つかったか。ひるむな。撃ち取れ。策が破れた時点でよく分かっていたけこと。敵将を討ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。見透かされていたか。
せめて一矢報い。どれも果たせず無様だ。伏兵は全て勝たず、これで浮上を通らず面築に進めよう。伏兵の務めも果たせず、教授様申し訳ありません。敵の話を聞いたところ、面築へ通じる裏道があるようです。それは聞き捨てならんだ。付近を捜索し、その裏道とやらを探せ。敵将を討ち取った。大事な防衛戦だ。断じて抜かせるわけにはいかぬ。まったく無駄な手間をかけさせてくれる。さっさと私たちに艦中を渡せばいいぞ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。潰しちまった。お前らついてこい。
ついてこい。交渉を抑えて点数を稼ぐぞ。感知を奪われてしまうと苦しいことになる。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。何を召し上がりますか？またのお越しを。進行の足がかりとなる。一気に攻め落とすぞ。進軍開始。押さえておきたい場所があるの。もう諸君に勝ち目はない。俺は投降する。開門するから助けてくれ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。少女貴様、恥を知れ。耐えられる。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。仲間の裏切りに勝てようとは無念。俺は意に降伏します。どうぞヨシナに。この砦の兵糧が諸区の兵隊を支えておる。何としてでも守り抜かねば。兵隊を断つのは兵隊のことではありません。だからこそ私たちで成し遂げましょう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。ついてこい。要所を抑えて点数を稼ぐぞ。砦を守り抜けぬとは。戦力を集中すれば勝算が高まろう。私たちは友軍に合流するぞ。今こそ敵の要所を叩く。
区の平坦を断ち、兵糧を確保しましたが、上々の戦果ですね。では遅れを取った。だがこの剣閣は絶対に落とさせはしない。脅威の執念、恐るべしだな。なんとか剣閣を迂回できりゃいいんだが。私は倒れるわけには。脅威の勢い、鬼気迫るものがあるな。けど俺たちにも譲れないものがあるんだぜ。外へ行くために橋を架けたいんだがな、人でも資材も足らん。どうにかならんか。生徒へ行くために橋を架けたいんだがな。石膏からの情報です。付近の村にお探しの橋職人がいるとのこと。おお、それはよかった。その橋職人に助力を願えるといいのだが。そういえば、生徒へ行くために橋。木材を集めてきてくださったか。これは助かる。お礼申し上げる。よし、橋の敷設を急ぐぞ。みんな取り掛かれ。Thank you.
伝令、虚偽様の火燎光への架橋が成功した模様。よくやってくれたな。これで生徒を攻めやすくなるだろう。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。あの辺りが狙い目でしょうか。とりあえず行ってみましょう。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいぞ。踊り狂え。まるで呪物だな。先端は開かれた。私たちも戦わなければ。私も行く。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。消してやる。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。私がもっと強かったら、楽城も職も守れたのかな。楽城制圧が成功したとのこと。分かった。これで生徒に仕掛けやすくなるな。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。伝令、諸国内に不穏な動きあり。何者かが反脅威勢力を統率している模様。そいつを動かせば職を内から崩せるか。よし、付近の砦を探ってみよう。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。俺はよく知らん。他を渡ってくれ。まとめ役が誰か知らん。だがそいつは義と手を組む気でいるらしい。狙いは定まった。敵の足場を崩し。さすがに名前は言えません。ですがこの付近にいるはずですよ。高校殿だ。あの方が脅威殿の反対勢力をまとめている。高校殿の居場所、それなら円羽殿がご存知だろう。ああ、待ってくれ。何でも喋る。だから殺さないでくれ。反脅威勢力の中心は高校殿だ。おそらく生徒南の砦にいるだろう。覗くことこそが職にとって最善。そのためには手と結ぶのやめにし、方向と接触いたしましょう。我が軍に有利な働きをしてくれそうです。
奴ら高校殿を撃ちに来たのか。脅威の猛襲が諸君を滅ぼす。義と結ぶことでやっと奴を排除できます。諸軍を内部から混乱させてみせましょう。私の身の安全は保証してくれますな。どうやら生徒に内通者がいるらしいぞ。いくら抵抗したところでもう後ろから刺されたんじゃ来たからね。とっとと逃げるか。うまく敵が混乱してきたな。これで生徒の南側は機能しないはずだ。狙いは定まった。足場を崩し戦意を損。宇宙が真の三国無双かよ。てかもう俺を担ぐ必要ないだろ。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。生徒は私が守り抜いてみせます。竜の妻として最後の務めを果たしましょう。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。任務遂行のため移動を開始する。目標地点はかの地蔵。消してやる。この月影がお相手しましょう。皆の希望になりますわ。最後の務めは果たせませんでしたか、孔明様。お叱りはあなたのもとで。狙いは定め。敵の足場を崩し戦意を損。生徒の包囲が完成したな。ここまではうまくいっている。さあ竜皇子、お前に会えるのが楽しみだ。とうとう生徒に敵が。この戦の結果は動かせないかもしれないな。諸君はこれ以上の戦いを望まない。芝生殿、どうか私の話を聞いてほしい。わかった。職弟の決断、慎んで聞かせてもらおう。伝令！生徒の東を我が軍が制圧しました！
西と東を確保できればこっちのもんだ。この調子でいけば包囲も狙えるかもな。はい。火獣は淡々と蜀討伐を成し遂げた。降伏した龍禅は洛陽に移送され安楽公に報じられる。司馬昭は残る五の討伐に向けて動き始めた。そんな中、火獣は浮つくことなく冷静に任務を遂行する。陰謀を張り巡らし邪魔するものを消し去っていく。すべては司馬昭の天下のために。